武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は鳥取大学の英語の勉強について話していきたいと思います。英語ですが、台本が3台で時間が90分で、そのうちの2台が長文読解、1台が英作文という形で出題されています。まず英作文に関しては和文英訳、になりますので、和文英訳の参考書を、1冊やっておけば大丈夫です。英作文ハイパートレーニング和文英訳編などですね。で、読解の方ですが、文章そのものは、そこまで長い、もの、ではないこともあるんですが、2つのうち1つは割と長いし、もう1個も、そこそこ長いのが出ることがあるので、まあ難易度的にはマーチ読めていれば十分程度なんですが、まあセンターの第6問程度の長さは想定しておいた方がいい程度のものと、なっております。で、設問の多くがですね、和訳、が、中心となっており、まあ読解問題も出るんですが、使う時間の主な部分は文章そのものを読む時間と和訳や、まあ、日本語での説明問題、が中心になるかと思います。で、和訳に関して難易度が、高いと、いうわけではないので、英文和訳演習の基礎さえやっていれば十分対応はできるとは思いますが、ただ和訳の設問数がちょっと多いので、練習するという意味で中級編などをやっておいても、いいかなというふうに思います。で、英作文、に関しては、新聞や、文章からの、引用という形になりますので、ちょっとなんというか、英作文の問題集で書いてあるような、まあ、英文にしやすい、日本語とはちょっと、違う、少し、意地悪な、構成となっておりますので、これを英作文で書きやすい文章に直して、かつそれを英作文にするという作業、が必要になりますので、その変換作業を、しっかり練習しておいた方がいいでしょう。まあ、これは過去問を通してやっておくといいかとは思います。記述量、日本語英語両方、がっつり出てきますので、そこに合わせて対策を心がけてください。また、長文がですね、ちょっと長めなのが、出る、こともある分ですね、時間が、圧迫される可能性が高いので、そこも意識しておきましょう。以上が英語の勉強となります。